全米オープン最終日、16日、パインハーストリゾートナンバー2、米ノースカロライナ州、7548ヤードパー70、10年ぶりのメジャー制覇を目指したローリー・マキロイ、北アイルランドは一打及ばず、ブライソン・デシャンボー、米国に惜敗した。デシャンボーがパーパットを沈めるのをクラブハウス内で見守り、そのまま自分の車へと直行。 無言でコースを後にした。一夜明けた17日午後遅くにマキロイは X で心情をとろ。しばらくゴルフから離れるとし今週の PGA ツアーシグネチャー大会のトラベラーズ選手権を欠場。次戦は前年覇者として挑む7月のジェネシススコットランドオープンを予定している。昨日はタフな1日だった。 おそらく僕の17年近いプロゴルファー生活の中で最もタフだったかもしれない、と苦しい心情を語った。しかし、すぐに、まずはブライソンにおめでとうと言いたい。彼は素晴らしいチャンピオンで、今のプロゴルフ界が必要としている選手。みんなそれには同意することだろう、とデシャンボーに賛辞を送った。自身のプレーについては、大会を振り返ると、最終日の16番。 18番でパットを外したことなど、悔やむ点がいくつかある。それでもポジティブな点はネガティブな点をはるかに上回る。そう思うように心がけている、と振り返った。そして10年間メジャー勝利から遠ざかっているが、メジャー勝利に最も近づいていると感じている、と自信は失っていない。回復力、こそ自身の力だとし、これまでの17年間、何度も回復してきたから、 また回復すると宣言。ジェネシススコットランドオープンと今季メジャー最終戦、ロイヤルトルーンでの全英オープン、7月18から21日に向けて準備を整えるとした。文、ムカワ・レイコイコール米国在住。